操縦系統の剛性を低下させた結果、ゼロ戦は大変操縦しやすく安定性のある戦闘機となった。同時に上昇、降下、旋回といった巴戦における最も重要な性能の向上にもつながった。旧6式艦上戦闘機から乗り継いだベテラン搭乗員たちはまるで自分の手足のようにゼロ戦を操り、独自の必殺技を編み出した。それが宙返り左ひねり込みだった。それは敵に後ろを取られた時 2,3 回宙返りをして敵の後ろに回り込む戦法である。宙返りをした時その頂点付近で失速寸前まで速度を落とす。さらにそこで左に旋回、より小さく回って敵をやり過ごし、その後ろを取っていた。ひねり込みっていうのはね、俗に言うその格闘戦の敵の一番このスピードの落ちてるそこをうまくね、スピードが少なくて火事の機種のいいところを使うわけです。そうすると小さく回るわけ、だから相手が前で出てくれるわけですよ。どうもひねり込みっていうのは我々の先輩がみんなひねり出した技なんですかね。難しいです。一歩間違えば失速しちゃうからね。一番その効率性のいいところで相手を前でのめらせるんですから、これがいわゆる格闘戦の極意なんですよね。ところがグラマンさんとやるときにはそれもう向こうは承知してるから、スピットファイアだってね、背景だってそれ格闘戦に入ってこないですよ。どっちかというとやっぱり左に導きますね。後に つながるときに楽だから、なんかこっち向いてるときに思い切ってこっち回すのこれは大変ですからね。だからやっぱり関連性のあるところにどうしても行くようになりますね。プロペラはぐるぐる回ってますから、これはコマみたいなもんですからね、ものすごくその動かすときに振り回されるんですね。だから左回りのときと右回りのときは全然違うんですね。で、日本の飛行機はエンジンだ全部こう右後ろからパイロットから右回りなんですけど、イギリスなんかはね、ロースルーのスピットファイアは初めは右回りだったのはエンジンパワーアップしたら逆回りにしちゃった、減速歯車の関係で。パイロットはね、その最初に振り回され方が違うんですね。で、えらく戸惑ったということが書いてあるね。ベテラン搭乗員たちが編み出した宙返り左ひねり込みという戦法はゼロ戦の特性を生かした操縦法だったことがうかがえる。ゼロ戦はどの戦闘機よりも小さく旋回することができた。そのため巴戦になっても難なく敵の後ろを取ることができたという。しかしエースと呼ばれ生き残った日米のパイロットたちは同じことを口にする。それは先手必勝、相手を先に発見し攻撃体制を整えて優位に立ち先に攻撃を仕掛ける。巴戦ばかり挑んでいたら命がいくらあっても足りないということである。64機を撃墜したエース酒井三郎は普段から視力を鍛えていた。それも目に良いと言われていることは徹底して行った。まず朝起きると緑を見た。また遠目を利かすため遠い山の稜線にある樹木の枝ぶりまで見極める訓練をした。そして極めつけは昼間の星を発見することだった。事実酒井は常に誰よりも早く敵機を発見していた。搭乗員の視力もゼロ戦の性能の一部と言えるかもしれない。またゼロ戦の着座位置は高く風防からの視界は大変に良い。戦闘空域に入ると搭乗員はまず後ろに気を配った。そして旋回、時には背面飛行になり下方への注意も怠らなかった。ちょっとした気の緩みが死を意味することを彼らは知っていた。私の目は本当に自慢ではなかったけども、いつも2コンマという一番最高の視力を持ってたし、この視野がうんと広がった。これ前を見ててこっち大体わかるんです。
それは特に戦闘機はその視野も広がなきゃいけないということをよく言われますよね。早いもの、早く見つけた方が勝ちですよね。それに対応する体制を取れるんですから。レーダーのような広い視野を持ったベテラン搭乗員たちと世界最強の性能を誇った戦闘機、この2つの力が一つになることで、ゼロ戦は獲物を求めて大空を舞う荒鷲のごとく二太陽の空に君臨していった。ことごとく先手必勝で勝利を収めていくゼロ戦。連合国軍は開戦から間もなくするとゼロ戦の脅威に気がつき、ゼロ戦との格闘戦を避けるようになっていった。